日本で処方される、スルピリドの一つ、ドグマチール 50mg の錠剤スルピリド上 50mg 錠剤スルピリドは、ベンズアミド系の定型抗精神病薬である。日本では1970年代に統合失調症、うつ病及び胃潰瘍、十二指腸潰瘍の治療薬として承認されている。かつてよく用いられた薬剤である。ヨーロッパでは販売されているが、北。 アメリカでは承認されていない。商品名は、ドグマチール、アビリット、ミラドールなど、ハイリスク薬である。アカシジアや、衰退外露症状を起こすことがある。スルピリドは、多くの高発医薬品が存在するため薬価が安くなるケースもある。精神病性の特徴を伴わない、中等症、重症うつ病への使用は推奨されない。イ、十二指統合失調症、 うつ病、うつ状態。容量によって適応症が異なり、低容量では、異潰用、十二指腸潰用、うつ病、高容量では、統合失調症に用いる。日本うつ病学会による治療ガイドラインは、抗精神病薬としての副作用のため、精神病性特徴を伴わない、中等症、重症うつ病に対する使用を推奨していない。使用されている地域が限られているため、 使用のための証拠が乏しい。高齢者では可能な限り使用を控えるべきで、使用の際には1日5 0ラム以下の使用量が望ましい。吐き気、口の渇き、震え、立ちくらみ、肝機能障害、不整脈、便秘、空腹感による食欲増進に加え、プロラクチン値上昇などが挙げられる。眠気をきたすが、16時以降の服用は逆に不眠を引き起こす。 可能性があるため、避けた方が良い場合もある。また、衰退外露症状が現れる場合がある。時に、スルピリドは、睡眠パターンの異常な変化、極度の疲労と脱力を引き起こす。薬剤性、パーキンソン症候群の副作用としては、全日本ミニ連の2013年度の統計では、投薬は、幅広い年齢層で使用され、 そのほとんどがうつ病とこれに関連した食欲不振への処方であり、服用量はすべて1回 50mg1 日 150mg までであったが、精神、神経系の副作用が最も多く、8例でドーパミン D2 需要体阻害作用が疑われるパーキンソン症候群の報告が6例あった。発現時期は、服用開始後2ヶ月後が最短で、不明とする報告例が多く、 長期投薬により見過ごされている可能性も指摘される。男性の場合、テストステロンが減少し性欲減退や、射精困難を招く場合があるほか、女性化乳房、乳頭痛、乳汁の分泌が発現する場合がある。うつの改善のためにこの薬を投与したものの、テストステロン減少で男性高年期障害の症状を停止、一層活力が低下する場合がある。女性は、 ホルモン異常が現れる場合がある。母乳内で検出されることもある。なお、長期間の服用によって、自発性スキネジアが起きる可能性がある。スルピリドは、ベンザミド誘導体に分類される。ベンザミド系は、ドーパミン D2 受容体と D3 受容体に、選択性が高い。ヒスタミン、ムスカリン性アセチルコリン、アルファアドレナリン受容体喫光作用は、ほとんどない。 そのため、他の抗精神病薬にあるような眠気や鎮静などの副作用が比較的に少ない。スルピリドの抗うつ作用は、ドーパミン神経系マイシナプスのドーパミン自己受容体遮断によって、ドーパミンの分泌が増加することにより、抗精神病作用はアートシナプスのドーパミン D2 受容体を遮断することによるものと考えられている。つまり、脳内ドーパミン受容体に対し、 高ドパミン作用を示す。また、消化管のドパミン D 通常用体を遮断する結果、アセチルコリンの分泌が促進される。そのアセチルコリンにより、消化管運動が更新し、食物のいない貯留時間が短縮するため、食物と海洋部の接触が通常より回避されることから、胃海洋部分へのダメージを減少させ治療を促進する。1973年8月に、 ドグマチール状が発売された。医師の管理のもと、1日最大 1200mg までの投与が認められている。ベンザミド系の薬剤として、フランスでまず開発が進んだため、アメリカでは承認されておらず、欧州でも主に統合失調症に用いられる。ありがとうございます。